投入堂は鳥取県東伯郡三笹町にある木造建築物。三仏寺の奥院として三徳山北側中腹の断崖絶壁の窪みの中に建造された掛けり仏道で平安時代の密教建築の数少ない現存異例である。日本建築史上他に例を見ない得意な建造物であるとともに屋根の軽快なそり、 道を支える長短様々な柱の構成など、建築美の観点からも優れた作品であり、日本の国宝に指定されているが、険しい登山道を登った先の文字通り絶壁の中に立ち、その髪型は岩壁がオーバーハングしている。日本一危険な国宝の異名をとり、参拝者は道を斜め髪型に見上げる地点までは立ち入ることができるが、崖を登って近づくことは、 滑落事故が発生する恐れがあるため、原則として禁止されている。豆乳道の名は、慶雲三年、三仏寺の快祖とされる炎のオズヌが、ザオ権ゴン,ンなどを祀った、仏道を、法力で持って平地から山に投げ入れたという伝承に、由来する。英は元年の修理名札の牧書中に、白州三徳山の陳樹ザオ殿という文言があり、ザオ殿が、 豆乳道の本来の名称であったと見られる。平安後期と見られるに、三徳山の総兵集団が、宝器大仙寺の内紛に介入し、その報復として、寺の子守、勝手、座王堂、本堂、坑堂を完全に焼き払われたという記録が、宝器大山寺縁起にあり、このうち子守、勝手、座王は、宝器年間に寺に祀,に祀られた三神であった。 1904年2月18日に当時の古社寺保存法に基づく特別保護建造物に指定され、1952年3月29日に文化財保護法に基づく国法に指定された。加えて、東側に接続して立つ小建物の愛禅堂をはじめ、前述の英和元年の胸札一枚と、1915年の 解体修理の際に採用されなかった古材43点が月に指定されている。投入堂はその様式から平安時代後期の建築と推定されている。ただし大岡実のように現状の投入堂は改造を経てきたもので、密車部分と日差し部分とでは増流年代が異なるとする研究者もいる。2001から2002年度に 奈良文化財研究所の光、谷匠らが実施した年輪年代調査では、北側の縁板から11世紀末の1098年の年輪年代が得られている。このことから、豆乳道は12世紀前半には現在の形になっていたとみられるが、混流以来たびたびの修理によって、かなりの部材が取り替えられている。柱のうち、隅びさし屋根を支える巡る縁北西宮の柱と、 そのすぐ南の柱は1915年の修理で取り替えられた新材である。要配所から撮影した豆乳堂の正面写真。向かって左の小堂は愛禅堂。豆乳堂は三徳山を構成する玄武岩層と業界岩層の切れ目にある岩陰を利用し、柱で床を支える掛け造りで建設されている。の正面、側面のいずれにも入り口はなく、 特別に許可されて入道する者は、崖伝いに、道の床下を通って背面から円に上がることになる。屋根は、日和だぶきの流れづくりで、東と西の側面にそれぞれ落ち屋根のひさしを吹き下ろす。北西宮には一段低く隅ひさし屋根を設ける。平面は桁雪一軒、張り間二軒。ただし、桁雪の背面は中央にも柱が立ち、二軒となる。奥の桁雪一軒。 張間ま一軒の部分は、横行た壁で囲い、その前面と、西側面のひさし部分には、乗り折れに、めぐる園を設ける。めぐる園を含めた、平面規模は、東西5.4メートル、南北3.9メートルである。木造座黄金原立像の作、重要文化財木造座黄金原立像壁に、囲まれた密車部分は、正面二軒、側面一軒の平入りで、降乱付きの園を、 鍵の手錠に巡らせ、正面と西面に方立てを立て、両開きの板扉を設ける。正面の扉は内開き、西面の扉は外開きである。三車内部には、小祖角天井を張る。この角天井は合縁によって、東西五区画、南北三区画に割り付け、この内奥中央の東西三区画、南北二区画に当たる部分は床を一段高めて、段を作る。 この壇上にかつては七区の座王建現像が安置されていたが、現在は、各像とも山下の宝物殿に移されている。柱は、三社周囲に円柱、久し周囲に面取り角柱を用いる。角柱の面取りが非常に大きく、断面が八角形に近くなるが、これは屋根勾配の緩さとともに平安建築の特色である。三社柱を太く。 ひさし柱を相対的に細く作るのも、平等院法王堂などと共通する平安建築の特色であり、目立ちやすい外側の柱を細く作ることによって、建物全体を軽快に見せている。三社は円柱を投げしで固め、中上に船ひじきを置いて桁を受ける。ひさしは、角柱の上に船ひじきを置き、軒桁を支える。豆乳堂の掛け作りは、 通常の掛け作りと異なり、各柱が基礎からひじきまで通った一本の通し柱になっている。各柱は岩盤の上に直接建てられており、柱の立つ位置では岩盤が作閉されている。岩盤上には柱の立っている場所以外にも焼結が見られ、これらは建築時の足場を組むために用いられたと推定されている。清水寺本堂の舞台などとは異なり、 投入堂の床下に伸びる柱と柱の間には水平材の抜きを通さず、謝罪の筋回で固めている。屋根は胸木から前後にたるきを渡す感銘な構造で、正面側は地たるきの先に飛べ縁たるきを渡す。この日縁たるきは、軒桁の上を越えてかかる、打ち越したるきと呼ぶ形式になっている。巡る縁には降欄を設けるが、 この降欄の鍵の断面が円形でなく長方形となる点外色である。現状の投乳道はほとんど装飾的要素が見られず、かつては素木造の都騰とみなされていた。しかし、2003年から2006年にかけて実施された屋根吹き替えなどの保存修理工事に際して、道の周囲に組まれた工事用の足場を利用して建物の調査を行った久保寺茂は、豆乳洞は、 柱、投げし、たるきなどの構造材や扉が赤色に、壁、三社の天井工縁、天井裏板などが白色に塗られていた痕跡があることを確認したほか、打ち越したるきの古材についても、木口に文様の痕跡が残り、六章も検出されたことから、王子は、同性すかしぼりのと金色か具が取り付けられていたと推定している。なお、外部正面東脇間の壁板。 正面高欄の平下げなどに青色塗装痕も確認されたが、これは筆による落書きではないかと見られている。豆乳堂の東側には、本堂より小規模な一軒四方の愛前堂が接続して立つ。愛前堂は桁行き、張りまとも一軒、切り妻作り、ひわだぶき、つま入りで豆乳堂に向いた西側を正面とする。豆乳堂と愛前堂の間には一段低く、床を張る。 ただし、現状では豆乳堂の巡る園の東端が格子で、塞がれ、豆乳堂、愛禅堂間の直接の行き来はできなくなっている。この格子がいつ設置されたものかは明らかでない。愛禅堂の切り妻屋根の前端は豆乳堂の東の久し屋根の下に食い込んでおり、この久し屋根を支える2本の柱に、愛禅堂のハフ板が釘止めされている。豆乳洞は、近代以降、 大正3から4年に一部解体修理が行われ、平成15から18年にも保存修理が行われた。平成の修理では、豆乳堂の屋根部分吹き替えを予定していたが、想定より普及が少ないことが判明し、吹き替え規模が縮小された。これは、豆乳堂が北側の岩屈にあり、紫外線や雨水等の影響を受けることが少なく、建物が傷みにくかったことによるものとされている。 東入道への入道は原則として禁止されている。山仏寺裏手にある登山道をたどって近くまで行くことは可能だが、日本一危険な国宝と称されるほど険しく、死亡事故も多発している。山仏寺前を走る県道21号線を三笹温泉方面から三徳山駐車場を過ぎたところに東入道用配所もあり、無料の望遠鏡も設置されている。 三徳川を挟んだ三仏寺の対岸の山から見る、投乳道洋廃コースも設けられている。2016年の鳥取県中部地震により、中原の岩にひび割れができ立ち入り禁止になったが、クラウドファンディングにより迂回路が設置され、現在は参拝登山を行うことができる。なお、2007年11月14日に投乳道が、約100年ぶりに修復されたことを祝する。 脱経法要が、堂々内において営まれた際、約60年ぶりに、一般配管も許可され、18歳以上の身体健康な約340名の応募者の中から選出された3名が、わらじに、寒い、分けさ姿に着替えた上で、当時住職、米田領中や当時境内に構える3、徳山みな製院住職の清水精神などとともに、行者道を登って入道し、 同法用に参列した。豆乳道への行者道、いわば灯乳道への行者道、かずら坂の木の根道行者道から豆乳道を望む。豆乳道への入道は原則禁止されている。豆乳道は険しい登山道のみによりアクセス可能な山上区域内に所在する。このため、道道への参拝には本堂裏手に設置されている登山事務所で入山手続きを済ませる必要がある。 受付時間、8時15時。この際、寺側による靴と服装のチェックを受けることになっている。山物寺は、投入道への入山はあくまでも観光ではなく修行で、あるとしており、山物寺拝観料とは別に登山事務所で入山料を、支払い、入山届に記入した上で、六根清浄と書かれた和げさを借用して、首にかけ、 すぐ裏にかかる宿入り橋から行者道を登ることになる。そして下山時には登山事務所で和下座を返納するとともに下山時間を入山届に記入してもらうことで入山者の下山の確認を行い不慮の事故に備えている。加えて現在では一人での入山は拒否されている。投入道への行者道は非常に険しく、 登山に不適当な服装や靴を着用している者は入山を断られることがあり、特に女性のスカート姿は厳禁で、スラックスも望ましくないとされている。また、靴では底面にスパイクをつけたものについても、行者道や木の根の損傷防止の観点から禁じられている。寺川では、投入道への参拝に際し、動きやすい服装に登山に適した靴の着用。 さらに荷物をリュックサックにまとめる通して、両手を使える状態にすることを要求しているが、さらに手袋やタオルも準備しておくことが望ましいとされている。行者道で使用する靴について、寺川では金具のついていない登山用シューズの使用を推奨しているが、深い溝のついたゴム手を備えた靴であってもかである模様。登山事務所では、登山に適しない靴を履いてきた参拝者のため、 わらじを販売している。なお、行者道には、水分補給のための水場がなく、水筒等の装備も準備しておいた方が望ましいが、途中トイレもないため、初めから水分を取りすぎるのは良くない点にも注意が必要である。登山事務所には、飲料の自動販売機、トイレが備え付けられている。豆乳道へ向かう途中には、野際なり、文樹道、地蔵道、修労道、 農協堂、観音堂、元結城堂、不動堂などが立つ。山岳信仰の中心地らしく、山のふもとから豆乳堂までの道程のうち、特にふもとから手老までは、起伏に富んだ山道がほとんど改良されることなく、自然のまま残されているため、非常に過酷な部分が多い。本堂裏の宿入り橋からの高低差、約200メートル、全長約900メートルの高低は、 全てが難所と言ってよく、ところによっては、鉄の鎖やロープ、時には剥き出しになっている木の根だけを頼りにしがみついて、その都度足場を確保しながら登り降りすることになる。なお、難所の通過は、下りの方が、はるかに困難になることは留意すべきである。掛け作りの建造物は、日本全国に多数あるが、投入道は、年代の古さやアクロバティックな立地から、 京都の清水寺本堂と並ぶ掛けづくり建築の総壁と評される。磯崎真、安藤忠夫、土門県ら多くの有識者から重要な日本建築と評価されており、2001年6月1日より、豆乳堂の所在する三笹町や鳥取県の主導で豆乳堂を含む一帯のユネスコ世界遺産への登録を目指す活動が開始された。2006年に文化庁が、 暫定リスト記載候補を公募した際には、他の23件とともに提案書が提出されたが、審議に当たった、世界文化遺産特別委員会は翌年、継続審議と決定した。切手の図柄としては、投入道を下から見上げた構図が、ふるさと切手のうち2001年6月1日発行の、ふるさと鳥取と2011年8月15日発行の、 地方自治法施行60周年記念シリーズ、鳥取県2020年5月29日発行の特殊切手国宝シリーズ第1集にそれぞれ採用されている。岩屈中に建てられた仏道はよそにもあり、不動院岩屋道と龍岩寺屋奥院大道が3、仏寺投入道とともに日本三大投入道にくくられている。また、 高知県高岡郡お町南の川にある聖神社の社殿は断崖のくぼみの中に立ち、土佐の投入道と称されている。同社殿は1879年の改築記録が残るものの創建年代は不詳だが、立地状況からして、主源堂とも関係があったと推測されている。ありがとうございます。